はい、どうもシネマの餌食です。このチャンネルではですね、自分の持っているブルーレイや DVD を紹介していますので、まあそういうのがね好きな人は見ていってもらえるといいかなと思いますね。でですね、まあそうですね、もう9月になったわけなんですけども、やっぱだいぶあれですね、暑いですよね。まだまだ、いやまだまだなんか夏じゃねえかっていう感じで、やっぱ最近はね、DVD をまあ頻繁にっていうか、まあほとんどDVD しか紹介してなかったんですけど、で DVD のなんかケースを見た時に、なんかやっぱちょっとこのね、暑苦しいなって感じするじゃないですか。このなんていうのかな、ね、このケースとかね、この黒塗りでね、だいぶこの熱を吸収するじゃないですか、こういう黒って。だね、もうやっぱ暑いんで、やっぱりね、そろそろブルーレイをね、紹介した方がいいんじゃないかななんて思ってですね。まあ今回は久々にですね、ブルーレイの紹介をやっていこうかなと思います。そうですね、もう41弾ですね、第41弾になりました。今まで見てくれた方ありがとうございます。そんな感じでですね、まあ今日はね久々にブルーレイの紹介をやっていこうかなと思います。じゃあ1本目はですね、これですね。もうやっぱいいですよね、この涼しげじゃないですか、ブルーレイ。いやもうこれを見るだけで涼しい気持ちになりますねどうだっていいだろうって感じですけど、はい、じゃあ1本目です。ですね、水拳レジェンドオブカンフーですね。これはですね、まあ、水拳の、まあ、話らしくて、まあ、ジャッキーチェンの水拳があると思うんですけど、それに出てくる水拳の師匠が水拳を習得するまでの話みたいな感じなんですけど、ちょっとなんかそういう話って聞いてみたんですけど、なんかあんまそんな感じがしなかったんですけど、まあ普通に水拳のね、カンフーものとしてすごい面白かったなって思うんですけど、でも水拳はなんかこれ後半じゃないんかなって思うんですけど、まあまあ映画としてすごく面白かったんで良かったなって感じなんですけど、まあ主役がですね、チュー・マンチェクが出てるとかね、あとジェイ・チョーが出てるとか、あとね、ミシェル・ヨーが出てたりとかね、アンディ・ヨーが出てるとかってなって、これなんか結構最近ね、廃盤になってっぽくて、値段もなんか中古でなんか高かったような感じして、たまたまねブックオフをねふらついていたら中古でまあそこそこの値段で売ってたんで、いやこれ今のうち買わなくてはと思ってこれ買っちゃったんですけど、これねすごい良かったですね。でね、監督がユエン・ウーピンなんでね、まあカンフー映画とか格闘ね、香港格闘アクションとか、まあそういう映画を撮ったらまあね、アクション監督とかもやってると思うんですけど、まあ信頼のおける武術の達人の人ですよね。でなんかこのまあ話としては、主人公のチューマンチェクと、まあこのアンディオンっていうね、まあ普段こんな感じなんですけど、この映画だとなんかこういうね、なんかエキセントリックな感じっていうかね、ダークな感じになってるんですけど、まあこの2人がなんかある特殊部隊っていうか、そのね部隊の兄弟分みたいな感じで、まあたまたまその弟分だったかな、アンディ・ヨンが確か弟分だったと思うんですけど、その人がまあ闇落ちしちゃって、まあ、自分の家族にちょっとね自分の家族に手をかけるみたいな感じで、まあこの主人公がね頑張って倒すみたいな感じの話で、でね、この話はなんかなんだっけ、このアンディ・ヨンを倒して終わりなんかなと思ったんですけど、そっからまた続くのかみたいな感じで、そっからまたね、また一山あって、あ、なんかサービス精神旺盛ですごいいいなと思ったのと、あとなんかね、まあその水拳とかもすごいいいんですけど、なんか重厚感があるなと思って、絵に結構ね、なんかなんていうんだろう、こういうカンフーアクションってなんかあんまりこうね、重厚感があるイメージってないんですけど、なんか物語もなんか壮大な感じっていうか、なんか音楽もすごいいいし、結構ね、絵がなんか割と重たい感じなんですけど、やっぱそこにカンフーアクションというか、香港アクションのなんか、けれんみがある感じとかね、そういうのがすごい映えてて、すごいいいなと思って、ちょっとね、
字幕しかなかったのは残念だったんですけど、なんか久々にこういう映画で、あのシナリオも僕はすごい好きだったし、すごい見入っちゃって、最後までものすごい集中してね、時間も2時間ぐらいあるんですけど、115分なんで、まあ2時間ぐらいあるんですけど、僕はすごい大好きな映画でしたね。なんでまあ吹き替えがないのはちょっともったいないなっていうのと、あとちょっと一つ僕がツッコミどころ、ツッコミを入れたいのが、ミシェル・ヨーがね、出てくるんですけど、まあ戦うシーンがなくて、あれと思って、もうこの感じなんか戦いそうじゃないですか。ミシェル・ヨーまで戦うのかと思って、もうこれだけでね、この3人だけでも結構、かなり豪華キャストなのに、ミシェル・ヨーまで出ててね、あ、これはやっぱ見なくちゃダメでしょうと思って見たんですけど、ミシェル・ヨーの戦うシーンはほぼなかったっていう感じだったと思うんですよね。そこがちょっと残念だったなと思って。でもまあ、全体的に僕すごい大好きな映画だったんで、すごく見てね、すごい満足したんですけど、意外となんか、ネットとかの評判見ると、なんかあんまり評判良く、そこまで良くないみたいで、僕は大満足だったなっていうので、まあこういうカンフーアクションとか、まあ水拳とかね、好きな人はね、一回はね、見てみるといいんじゃないかなと思いますね。なんか最近ね、このディスクもなんか高騰しつつある気がするんで、まあ気になってる人は、早めに手に入れてもらうといいんじゃないでしょうかっていう感じですね。で次はですね、これですね。まあ、格闘アクションが続いてますね。レジェンド・オブ・フィスト、怒りの鉄拳ですね。まあ、これは、まあ、皆さん大好きであろう、ドニー・エン主演のね、なんだっけ、ブルース・リーのね、怒りの、ドラゴン怒りの鉄拳の、まあ、リメイクみたいな感じの映画だと思うんですけど、まあ、そういう映画だということで、中国人と日本人が戦うよっていう話で、まあ、これあれですね、もともとね、これがディスク化された時に、ブルーレイが出てなくて、で、なんか、何ヶ月か1年だか忘れちゃったんですけど、ちょっと時間経って、急になんかブルーレイが発売して、なんだこの野郎とか思って、出るんだったらブルーレイで欲しかったのになとか思って。もうなんかこの映画見始めた時に、ああ、ブルーレイで出して欲しかったなとか思いながら見てて、後々まあブルーレイになって、たまたまね、これブックオフで多分300円ぐらいで売ってたんで、あ、これはもう買い直しするのには最適な値段だなと思って、まあ買っちゃったんですね。まあドニーさんのね、アクションもいいし、エグザイルのね、アキラさんとか出てるんですけど、ドニーさんに結構すぐやられちゃうっていう感じの役だと思いますね。で、スー・チーとかね、アンソニー・ボンも出てたんですね。まあね、武術指導もね、谷垣健二さんがやったりとかね、すごいいいですよね。倉田康明さんとかも出てるんですね。まあドニーエンがね、好きな人でまだ見てない人がいるんであれば、見てもらうといいんじゃないかなと思いますね。アクションもすごい良かったし、シナリオもね、まあ、復讐劇というかね、そういう感じで、こう燃える展開だったかなっていう感じで、すごく面白い映画だと思うんで、まあぜひ手に取ってもらえるといいんじゃないでしょうかっていうことですね。で次がですね、これですね、スペースボールですね。メルブルックスのね、映画っていう感じで、リック・モラニスとかね、あとビル・プルマンとかがね、出てるんですかね、この左のね、まあパッと見で多分わかると思うんですけど、スター・ウォーズのね、パロディ映画っていうことで、まあ完全にパロディのコメディ映画でね。まあ、これが、まあ、ヨーダのね、パクリというかパロディの、ヨーグルトだったりとかね。これが、ウォーフのパロディだったりとか、まあ、レイヤ姫のパロディだったりとかしてね。すごい、楽しい映画ですね。で、これ、なんか、久々に見て思ったんですけど、うちの奥さんと一緒に見て、何がいいって思ったのかっていうと、すごいね、面白いんですよ。で、ホットショット2とかも僕大好きなんですけど、なんか変にね、やっぱね、このコメディでいいなと思うのが、下ネタにあんま逃げないっていうところがね、すごい良くて、なんかね、海外の、なんていうの、そのハリウッドの
コメディ映画ってなんか変にね、なんか下ネタに逃げてるみたいな映画が結構いっぱいあって、まあ、結局下ネタで笑わせるんだみたいなところがあると思うんですけど、これはね完全にあのパロディなんですけど、その、まあ、あんまり下ネタに逃げず普通にその場その場の面白いね感じをちゃんと出してあの笑いにしているんだなっていうのがすごくいいし、あとそのパロディとしてのはねクオリティもすごく高くて、CG とかその特撮とかの方もね、スターウォーズと同じところの ILM がやってるとかね、そういうところとかもねすごいねこだわりを感じて、あのジョージ・ルーカスもなんか唯一認めてるあのパロディ映画だっていう話で、あ、確かにこれは納得だなっていう感じがしましたね。あとねテーマソングとかがすごいいいんですよね。なんか80年代とか90年代初頭あたりのねあの映画特有のテーマソング感がすごく良くて、最後の方でかかるんですけど、それが結構ね盛り上がるっていうのがすごい良くて、すごいあの楽しい映画なんで、もしね見てない人はあの見てもらえるといいかなと思うんですが、ブルーレイはねちょっと値段が上がってまして、まあ多分1000円とかでは買えないんで、僕はたまたまなんかあのなんだっけブックオフをやっぱふらついてたらあの1000円ぐらいで売ってたんで、あ、これはじゃあ買わないとと思って、まあついつい買っちゃったんですよね。なんでねもし見たい人は頑張ってちょっと探してもらって、まあレンタルでもあるんかなちょっとわかんないんですけど、まあ、あの見てなくてスターウォーズファンの人はね一回見てみると、あ、こういうのあるんだと思ってね、あの面白い映画だと思うんですけど、まあでも当時は結構話題だった映画だと思うんです。で、あのまあ今の若い世代の子とかはあんまり知らない映画かと思うんですけど、まあ、当時はすごい人気あって、その海外でもねあの調べたらあのグッズとかもすごい出てたみたいで、もう本当に大人気の、まあ、国民的あのスターウォーズパロディ映画だったんだなっていう感じがしますね。これめちゃめちゃ楽しいですね。で、DVD の方には、あの、吹き替えがね、入ってないんですけど、こっちにはね、あの吹き替えが入ってるんですよ。で、僕、結構この映画好きだったんですけど、DVD でずっと買わなくて、で、ブルーレイの方にはね、吹き替えが入ってるっていうのが分かったんで、あの、ブルーレイいつか買おうと思ってたら、あの、いつの間にか高値になってて、でも、たまたま安く見つけたから、買えたっていう感じですね。これはなかなか、あの、気軽に見るのにはね、いいんじゃないんでしょうかって感じですね。まあ、おすすめですね。で、次はですね、リンジー・ローハンのね、ラッキーガールですね。これ多分 DVD の方でもあの紹介してると思うんですけど、なんかね妙にこの映画好きなんですよ。あのめちゃめちゃ運のいい、女の子とめちゃめちゃ運の悪いこの青年がね、あのたまたま出会ってキスをしたらその運がね入れ替わっちゃって、あの運がいいと思ってたこのリンジー・ローハンがねすごい大変な目にあって、運が悪いと思ってた男の青年がねこのクリス・パインなんですけど、この青年がすごく運が良くなってみたいな話 あのラブコメなんですけど、これなんかすごい楽しくて、なんかなんだっけバンドのねマックフライとかね、イギリスのバンドのマックフライとか出てて、そこら辺も僕あのマックフライ結構好きだったところもあって、あの出た時におーってなるみたいなところもあったんですけど、まああのなんか楽しいコメディラブコメの映画でね、あの最終的にはまあハッピーエンドになるんですけど、あすごい楽しい映画だったなと思って、でもなんか海外の方だとあのチンプなコメディなんかラブコメだみたいな感じですごいバカにされてるみたいなんですけど、僕はなんか割と好きで、DVD 持ってるんですけど、あの、ブルーレイまで買っちゃったんですよね。これもなんか、あんまり中古で見かけないんで、まあ、もしね、好きな人はね、あの、ブルーレイは買えなくなっちゃう気がするんで、20世紀フォックスのね、いや、ブルーレイなんで、まあ、そのうちなくなってしまうのかなと思うんですが、まあ、そこまで欲しい人がいるかどうかちょっとわかんないですけど、僕は結構、あの、好きな映画なんで、ついつい、ブルーレイを買ってしまったっていう感じですね。まあ、ラブコメがあの好きな人はね、あの見てなければ、あの全然1回ぐらいはね、見てもいいんじゃないかなっていう感じの映画ですね。で、次がですね、ジョニー・デップのね、シザーガーハンズですね。これはですね、なんだっけ、監督が、監督が出てこないな、この有名な人がね。ティム・バートン監督とね、ジョニー・デップのね、コンビの映画ですね。
これ後ろがあんまりね、あの絵がないんでちょっとあれなんですけど、まあ、これなんかね、まあ有名な映画なんで、まあ説明不要だろうってことなんですけど、まあ人造人間とね、このあのハサミの手の男と、まあそのとある女の子との、まあ、純愛物語っていう感じで、まあなんかこうその女の子に触れたいけど自分の手がハサミで、まあ、触れたら傷つけてしまうみたいな感じの話で、すごくあのいいですよね。あのおとぎ話、ちょっとファンタジーが入ってるというか、まあ結構ファンタジーか、うん、ファンタジーなね、あのラブストーリーって感じですごくいいんですよね。特に最後のね、あの雪が降るところなんかはね、すごいいいですよね。なんで僕これあのちっちゃい頃から大好きで、録画して何度も何度も見てて、すっごい大好きな映画だったんで、あの DVD も買ったんですけど、まあそのうちあのブルーレイも買おうと思って、これたまたまね、あのブックオフかなんかだったかな、あの通販で中古で500円ぐらいで買ったんですよ。そしたらね、これね、これ見るとわかると思うんですけど、新品で来てイエーイっつって、めちゃめちゃテンションが上がりましたね。なんでまあそのうちまたあのこのシーザーハンズ見るときにはね、あのこれを開けてね、また高画質で見たいななんて思いますね。これはもう傑作ですよね。これはもう誰でも知ってるような映画なんじゃないかなと思うんですけど、まああの20世紀フォックスの映画なんで、またこれもね、あの買えなくなっちゃう時が来るのかななんて思うんですけど、どうなんでしょうかね。シザーハンズくらいはあのまあいくらでも数があるから、中古でいくらでも出回ってると思うんで、まあそんなに買えなくなっちゃうってことはないんかもしれないですね。まあ僕の大好きな映画ですね。あの見てない人はね、あの一回見てもらうとすごくいいと思うんです。いいと思うんで、あの見てみるといいんじゃないかなと思いますね。で次はですね、デッドサイレンスですね。これはですね、あの資料館シリーズとか、あとはインシディアスとかのね、あのジェームズ・ワン監督のね、まあホラー映画ですね。でやっぱね、あのジェームズ・ワンの作品はね、これ割と最近に見て、もうほとんど多分簡単に多分見れるのとか、日本でも簡単に見れそうなやつは多分僕は全部見たんですけど、まあ、何がやっぱジェームズ・ワンすごいって、やっぱりね、あの全部面白いんですよね。ジェームズ・ワンの映画でなんかこれつまんねえなと思ったのって一個もなくて、いや毎回ちゃんと面白い映画を作ってくれるなと思って、これもね、あの結構それで、あの最初の方は割となんか、あなんか、なんか意外と退屈な映画なんかなと思って見てたんですけど、後半のやっぱりね、あの大立ち回りの感じとか、もう最後のオチとかがあのすごくてこれ奥さんと言ってたんですけど、あのえってなって、あの顔を見合わせるぐらいの壮絶なオチで、あの本当にあのそう初めて見た時みたいな感じっていうかね、そういう感じのすごいオチが最後あって、めちゃめちゃ面白かったですね。人形が出てくるホラーなんで、あのそういうのがね、好きな人はあの見てみるといいんじゃないかなと思いますね。最後のオチはね、本当強烈でしたね。これね、めちゃめちゃ面白いんですけど、あのなんかサブスクになんかどうやら多分ないらしいので、もしね、あの見たい人はまあレンタルするか、ブルーレイか、ブルーレイをね、買うしかないと思うんで、まあちょっとね、ジェームズ・ワン好きな人は、まあ、持ってない人はね、あの、買って、あの、手元に置いておくといいんじゃないかなと思いますね。これは、まあちょっとその、資料館とかよりはちょっと落ちるような気もするんですけど、でも十分十分、あの、本当に、あの、特に後半なんかはね、あの、すごい楽しませてくれたんで、あ、最後でも本当に良かったなと思いましたね。やっぱジェームズ・ワンすげえなって感じですね。で次はですね、これ紹介してなかったんかな、まあ、紹介してたような気もするんですけど、まあ、紹介してなかったっぽいんで、紹介してない枠にあったんで紹介しますけど、まあ、ドラゴンキングダムですね。まあ、これはまあ、僕のチャンネルを見てる人は、まあ、誰でもね、見たことあるんじゃないかぐらいの、それ級の映画だと思うんですけど、まあ、ジャッキー・チェンとね、ジェット・リーがね、まあ、初めて同じシーン、なんていうの、同じシーンにこう、同じフレームに、こうね、合わさって、まあ、一緒に
共演した映画っていうことで、もう本当に僕もこの映画やるよってなった時に、本当にもう待ちきれなくて、まあ、公開と同時にすぐにね、映画館にもう本当に足を運んでっていう感じだったんですけど、まあ本当になんかいいですね。なんて言うんだろう、そのファンタジーなんですけど、主人公のね、まあ、か弱い男の子がいるんですけど、その男の子が、その男の子をこの二人がね、指導して強くなってっていう話で、まあそういうところもすごいいいし、まあなんかネバーエンディングストーリーっぽい感じっていうか、そういうところもいいし、あとその、なんて言うんだろう、孫悟空の感じとかね、すごいね、このジェットリーがね、孫悟空の役やってるんですけど、それもね、すごいハマってるし、で、ジャッキーもね、七夜のね、おじいちゃんの役やってるんですけど、一瞬、あれこれ、ジャッキーなの気づかなかったっていうぐらい、特殊メイクがすごくて、本当に、すごいおじいちゃんに出てくるんで、一瞬わかんないんですけど、分かった時に、あ、確かにジャッキーだ、みたいな、そういう発見とかね、すごい面白かったし、最後のね、コリン・チョーの、バトルとかね、すごいいいですし、あと、白髪魔女とかが出てきたりとか、あとこのね、ゴールデンスパローのね、リュー・リーフィーさんっていう感じの、名前だったかな、リュウ・イーフェイさんってかな、その女の子の役とかもすごい良くて、本当に僕大好きな映画だったですね。監督がロブ・ミンコフだったから、あれ確かハリー・ポッターとかもね、なんか確か何個か監督してるような 監督だったような気がするんですけど、それでね、さっきのアクション監督もね、さっき水拳レジェンドオブカンフーの監督やってたね、ユエン・ウーピンとかはね、アクション監督とかやってるんで、ね、アクションシーンとかもすごい良くて、本当に、まあ、ワイヤーアクションとかすごい使ってるんですけど、まあ、なんて言うんだろうな、すごいちゃんとカンフーアクションだなっていう感じがして、本当にその、やっぱり、なんて言うんだろうな、ジャッキーとかジェットリーの、前世紀ほどのやっぱり動きは、まあ、ないにしても、やっぱりその二人のね、まあ、凄みを感じられるようなシーンが結構あって、そういうところもすごいいいなっていうところがありますね。で、主人公がね、帰ってきてからのね、いじめっ子みたいなと対峙するところとかもね、すごいいいですよね。まあ、これは本当にね、見てない人はね、見てもらえるといいんじゃないかなと思います。僕も大好きな映画ですね。で次がですね、ウェディングバトルですね、アウトな男たちっていう、映画で、そうですね、これはジェームズ・フランコが出てる映画で、まあ本当にもうこれ見る限りもうコメディだなっていう感じがするんですけど、まあなんて言うんだろう、このね、おじさんと女の人が、親子で、で結構ね、このお父さんが結構堅物な感じですごい真面目な人で、でまあこの女の子もすごい優等生なんですけど、で新しい彼氏ができたんだっつって紹介したのが、すんごいぶっ飛んだおちゃらけた、なんか頭のおかしいんじゃないかみたいな感じの、なんかもう本当に普通に考えたらこいつやばいやつだなって感じなんですけど、なんかゲームかなんかのクリエイターの大富豪なんですよ、こいつが。で、この家にお父さんとかお母さんとかを招待したいんだ、みたいな感じで招待されるんですけど、やっぱりこの堅物のお父さんとしては、こんなおちゃらけたやつ嫌だ、みたいな感じで、こう、ここら辺がね、バチバチにやり合って、みたいな感じの話で、これめちゃめちゃね、面白いんですよ。これ結構ね、下ネタとか結構あるんですけど、すごい面白くて、最後とかはね、まあ、やっぱりハッピーエンドなんでこう和解するんですけど、そういう感じとかすごいほっこりするし、とにかくね、このジェームズ・フランコのね、キャラクターがマジでアホだなみたいな感じのキャラで、でもお金は稼いでるみたいな、とんでもねえやつで、本当にね、これね、面白くて楽しかったですね。なんでね、これ意外と見てる人いないと思うんですよ。あんまり有名な映画じゃないと思うんで。で、制作とかもね、なんかベン・ステイラーとか、ジョナ・ヒルがね、制作に入ってたりするんですね。これ知らないで見てましたけど、めちゃめちゃ面白かったですね。これね、結構マイナーめな映画かもしれないですけど、結構いいんじゃないですかね。コメディ映画好きな人は、一回見てみるといいかもしれないですね。なんか気軽に見れる、アホなコメディ映画として。あ、最後ね、キスのね、バンドのキスが、本人が出てきたりとかね。で、ちょっと僕あんまり詳しくないんでわかんないですけど、キスのバンドとして出てくるんですけど、確か2人ぐらいしか、
いなくて、もしかしたら他のメンバーは亡くなっちゃってる人がいるのかなみたいな風に思ったりとかしてね、そういうところもちょっとなんか感慨深いなとか思うところもあったりしてね、すごいコメディ映画としてはめちゃめちゃ面白いんで、元気ない時に見ると元気出るような感じの映画かもしれないですね。これね、おすすめですね。じゃあ今日はですね、こんな感じにしましょうかね。まあ、この動画がね、良かったよとか、なんとなく最後まで見ちゃったよとかっていう人はですね、チャンネル登録とか、コメントとかの方ね、よろしくお願いしますね。で、なんか、最近ちょっと僕はあんま分かってなかったんですけど、ベルマークとかもあるみたいで、みたいでっておかしいんですけど、ベルマークとかもね、押してもらえると、なんて言うんだろう、このチャンネルの反映につながるらしいので、なんかベルマークで、こう通知が来てすぐ見てもらった方がなんかチャンネルがね反映するらしいんで、もしねベルマークを押してなくてベルマークを押してもいいよっていう人はね、ベルマークの方のチェックもしてもらえるとありがたいななんて思います。またあとね、さっきも言ったんですけど、コメントとかもしてもらえると僕も映画の話すると嬉しいので、なるべくコメントもらえたら返信したいななんて思ってますんで、コメントの方もよろしくお願いします。まあ、こんな感じで、まあ、また紹介をやっていきたいと思いますので、まあ、次回もまたよろしくお願いします。それではまたシネマの餌食の時間でお会いしましょう。